サンテイコールグランリューは、フランス、ペードラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県における、サンテイコールグランリューの位置グランリュー湖、サンテイコールグランリューは、歴史的なブルターニュの一部であり、伝統的な地域区分ではペードレ、歴史的な地方区分では、ベーナンテに属している。グランリュー湖の北端にあり、南都の南およそ1 0トルに位置する。 隣接するコミューンは、ブエ、サンフィルド・グラン・リュー、ラ・シュブロリエール、ポン・サン・マルタンである。2010年に、INSEE がまとめた、順位表によると、サンテイコール・グラン・リューは、都市圏に含まれる都市型コミューンである。24のコミューンで構成される、南東の万流からなる都市的地域の一つである。コミューンの公式名称は、セインとエイナングランドルーであるが、多くの場合、 地元でも、全国的にもサンテニャンド・グランリューという名称が用いられる。サンテニャンとは、オルレアン主教であった聖エニャンのことである。グランリューとは、グランリューコを指す。ガロ語では、聖アンとアエニャンクローンド・ロー、ブルトン語では、サンエニオにあるレンバーである。936年、サンテニャンは、ブルターニュ・コアラン2世とノルマン人との戦いの舞台となった。中世、 サンテニアンにはトロワマリーのシャプレニーがあった。トロワマリーとは黄金伝説をきっかけに一般に数形がなされるようになった三人のマリア数形に由来する。不婦戦争さなかの1870年12月5日、郵便輸送を行う気球フランクラン号がプロイセン軍に包囲されているパリのウルレアン駅から飛び立った。フランクラン号は 403km 飛行して、 サンテニアンに到着した。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘスカシニー、2004年以降、INSEE コミュームは D2A 空港工業地帯を抱えている。そこには、食品製造のティピアク社が本部を置き、日用食料品やパンの製造工場がある。コミュームの北側を、南東アトランティック空港が占めており、滑走路、貨物エリア、 関西とフランス気象局が含まれる。グランリューコ周囲の地域ではエルボージュの街の伝説がある。クリスマスイブになると失われた村の教会の鐘が聞こえるという。ありがとうございます。